バスコ・ギプスコア、今日はこの大会グループステージの戦いとなります。この時間はバスコ・ギプスコア対ベンフィカ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バスコ・ギプスコアはこの試合 4-3-3 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、まあ、特徴としては、まあ、トップがサイドに開いたウイング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して、うん、中央にバイタルを作れる強みがありますよね、まあ、このシステムはボランチが特に重要で、一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。キックオフ、ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第4節、バスコ・ギプスコア対ベンフィカ。さて北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？オタメンディですね。対人守備でも空中戦でもフィジカルの強さを発揮したら、そうそう負けることはないですよね。最終ラインからのパス出しもできるので、守備面と組み立ての面で期待できますよね。相手にとっては非常に厄介な選手でしょうね。このエリアをどう崩すのかが一つのポイントになりそうです。プレスからボールがこぼれる、サイドを使います。スルーパス、いいボールですね。ルーズになる、いけるか。ベルナトからのボール、コーナーキックです。これはクリア、いいプレッシャー。ベンフィカが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね、うん、中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどもね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、うん、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどね、うん、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。ゴンサラ・グエです。緩く狙ったボール、アマリ・トラオレ、ブライス・メンデス、ミケル・メリノ。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。上がっていく左サイド、まだ持っている、ティーラン・ティアニー。この人は攻撃参加を非常に好む選手です。裏へのスルーパス、ああいい展開ですね。中央へ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。佐々さん、
ここまでについて何かございますか。バスケディプスコアとしてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの当て方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第4節、バスコギプスコア対ベンフィカ、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半キックオフです。0対0で折り返しです。大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。スペースを狙う、クロス、頭、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。ベンフィカチャンスを迎えたシーンがありました。フロレンティーノ・ルイス、チャレンジはしません。後ろに流す、ディマリア、サイドチェンジ、このパスを受けて、とボールはバスコ・ギプスコア、ここでファールをもらいます。ブライス・メンデス、これ仕掛けるか。さあカウンターだ。さあつながるか、裏を狙う、仕掛けるか、になろうかという先制だ。決まりましたね。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。両チームともメンバー交代があるようです。先制1対0です。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、長いボールを送ります。サイドを縦に走らせます。クロス、タイミング合いませんでしたね。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。裏を狙っていきます。届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったですよね、今のは。チューバ、今日2点目です。
さらに1点を追加し2対0としています。バスコ・ギプスコアとしては非常に楽になりましたね、はい、精神的なゆとりが出てくると、おのずと視野が広がっていくので、ボールが運びやすくなると思いますね。抜ければチャンス、ミドル、これはわずかに右でした。もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。ベンフィカがメンバーチェンジをします。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。時間の使い方も大事になってきますよね。ベンフィカはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ボールはクリア。うまいですね。足元を狙う、ウィルソバル、グランダのクロス、ジャストが合わせてきました。クロスのね、パススピードなんか最高だったんですけどもね。ここで笛です。2対0勝利を収めました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。バスケディプスコアとしては後半からリズムをつかみ始めましたよね。知ってもなくきっちり2得点決めての勝利ですから、今日は納得のいく試合だったと思いますよ。はい、そうですね、そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第4節、バスコ・ギプスコア見事勝ち点3をものにしています。